まず最初に中学校行きたいと思います。中学校に、このご時世なんで敷地に入るっていうことはまあできないと思うんですけど、ここは通学路です。あまりにも近いんでもうすぐそこなんですけど、わざわざ遠回りして学校行ったりしてました。懐かしい。これです。僕が卒業した学校、南郷中学校です。あいつ来ました。あれ今日学校休み。これ卒業生の皆さんにお願い、許可をもらってください。まあ、入れないと。子供いてんのかな今。で、校舎の反対側には長い階段があって、ここでもよく遊んだな。まさか何十年後かに帰ってきてカメラ片手に地元を紹介するなんて思いませんでした。あーすごい田んぼ匂いがする。ザリガニがいる感じ、この田んぼ匂い。懐かしいですね。もうそれしか出てこない。これ見て、これチェリオ懐かしい。いやメロンクリームソーダ100円。うまい。あートンビが飛んどるな。なんか低く飛んでると雨が降るとかよく言われてたけど、まあなんぼ歩いても田んぼっすね。でこの川も懐かしいな。ここに川が流れててね、まあ、これ上流なんですけど、でこの川の中を歩いていくと小学校に着くんですけど、あのここ通学路にしてました。川が通学路、上にね公園があって、小学校の時のたまりはみんなでスケボーしたりとか野球サッカーとかね。懐かしいな。じゃじゃん、月見台公園って言います。全然綺麗やん。おじちゃんおばあちゃんな、ゲートボールやってたな昔。そうそう、滑り台があって、うわ懐かしい。自然がいっぱいや、うちの家の周り。むちゃむちゃ平和な街に生まれたな。なんか落書き してあんないっぱい。ちょっと公園を出て、今度は小学校の方に向かいます。ちょっと遠いんですけど、子供の時感じてた距離なんで、今となってはそんなに遠くないでしょ。坂下るだけなんで。こんにちは。私カラスが止めてこう歩いてるよね。カメラです。すみません驚かせて。何かいいものが見える？僕あの久しぶり田舎に帰ってきて、あそうで散歩してやっぱええとこやなと思って。っ田舎かここは、ね。あやっぱ道間違ってんかった。あれが小学校です。ここにね大きい疎水が流れてて、今からそこを渡って。
あ、これかな、さっきの通学路にしてた川の下流です。壁登って小学校に行くっていう。あ、なんか授業やってんな。体育か。かわいいな。後ろなんか撮ってるって言われた。昔は子供養蚕いたからな。今はどうなんやろ。こんな感じですね。これ反対側も通学路なんですけど、春になるとあれが全部桜で、もう桜のアーチみたいになって、そ、ね、入学式とか桜が満開でね、もう言葉にならへんの、懐かしすぎて。あ、出た出た、滋賀県名物飛び出し坊や、じゃん。至る所にあります。卒業した大津市立南郷小学校です。ちょっと学校の裏側に来ました。ここにも田んぼがあって、ここのあぜ道もよく歩いたな。オタマジャクシとか捕まえて家持って帰ったりしてたな。ペンペン草が生えて、それで遊んだり、タンポポで笛吹いたり、トンボが飛んでるし、そこにこの辺でザリガニ取ったりとかして。こんにちは、はい、どうも、はい、小学校も過ぎたんで、世田川っていう、あの琵琶湖から京都につながってる川があるんですけど、そこに向かいたいと思います。カメラ持ってると宇宙人が来たみたいな顔で見られるけど。はい、一人で取材して。そうですね、いや久しぶりに田舎に帰ってきて。ああそう、はい、もうどこにいたん。僕はドイツ、フランス、すごい、で東京行って、うん、この世界一周する船で4年間働いて、うん、で今スイスに住んでます。あー素敵。ありがとうございます。懐かしいやろ。いやー、こんな綺麗なとこだと思いませんでした、改めて。あ、そうか、小さい頃しか知らんもんな。あの高校は比叡山高校卒業して。あ、そうなんや、うん、でもあのあれやんか、こうどう言うたらいいの、自分のふるさとを綺麗って思えるいうことが、はい、いいことやと思う。そうですね、96カ国行ったんですけど、うん、やっぱり自分の世界の中心ですね、ここは。ここが自分が大事にしたいと思ってるとこやと思うわ。思います、今に、うん、改めて思いました、今回。そう、よかった、はい、今スイス言うたっけ。そうです、綺麗やろ、スイス。スイスも綺麗です、山に囲まれて湖があって、ここと似てます ね、ほら、有名な山があるやん、少女ハイジ。そう。バイバイ。はい。いや、地元に帰ってきたらお友達が一人増えました。さて、うわー、ここです。そうです、これが背中です。これがね、堰になってて、荒井堰って言うんですけど、この琵琶湖の水が京都に流れる、あの水を調節する堰がここにあって、今はどうなのかな、結構開けてる方がなんか音すごいから。でこれはね、新しい堰で、この先にね、古くから使ってた、もう使われてない堰があるんで、今度ちょっとそっち行ってみたいと思います。そうですね、これですね、この古い堰、あ、書いてある、皇后陛下なんとか記念とか書いてあるけど、でも説明してありますね。これかな、昔の写真、昔はこの古い堰で調整してたと。
いい感じの定食屋さんあるな、ここ。しがら焼き焼きのね、たぬきがこうやってあって。定食、いくらこれ ?800 円ぐらい立派な家やな、ここも。あ、懐かしい。この先の自転車で自転車買ってもらったな。この川ね、来たかったんですよ。なんでもない普通のね、あの川みたいに見えるんですけど、これ実は夏になるとホタルが出るんですよ。あ、書いてる。これ川の名前千条川って言うんですけど、千条川をずっと綺麗にいて、お尻が光ってる虫、これホタルが書いてある。あ、なんかまたホタルが出る時期に帰ってきたよな。ホタル見たいな。ここはね、なんかトトロが出てきそうな。いっぱい柳があるけど、もう幻想的ですよ、夜こう来たらホタルが出てる時。ほんまに綺麗です。ホタルなんか見たことないっていう人多いんちゃうかな。ここにもある。ゴミ捨てるのやめようって書いてある。この街の誇りですね。はあ、学校のチャイムが聞こえる。こんなとこまで聞こえるんや。綺麗にしたらな、これも家ヨーロッパ風のね。もう一軒家ばっかりです。仕事せずにこうやって、まあのんびり地元を歩いたりできるこの時間があるから、ここにいた時はもうこの町にこんなとこ絶対出て行ってやろうと思ってたし、ね、隣の町に行って隣の町を知り尽くしたら今度京都に出て大阪、そっから、ね、東京に行ったりとか、もうその頃にはドイツもフランスも行ってたし、でその先何があるかって言ったらもう世界一周して、で今はスイスに、ね、住んで、もうその先に何があるんやって言ったって、こうやって帰ってきたらやっぱりここが自分の世界の中心なんやなって。なんかね、奇妙というか、あんなにいろんなとこ行って南極も行ったし、でもやっぱここが一番なんかな。はい、家の近くまで帰ってきました。ちょっとコンビニ行って昼ご飯でも買って帰ろうかなって感じなんですけど、もうね、この家の近くの思い出で最後に、あそこに林があるんですけど、あそこの林、兵隊林って言われてて、昔なんか戦争の時兵隊が隠れてたとかなんとか、まあ作り話だと思うんですけど、ね、あそこにカブトムシよく取りに行ってましたね。クワガタとか子供ら、クワガタ今でも探しに行ったりしそうんやろうかな、あそこまで。お昼ご飯も買ったんで一旦家に帰ろうと思います。暑い。暑っ。中学校とか小学校行って、洗い時期回って、いやーなんか取ってるとか言われて、まあまあまあ怒られるんだよ。あと、ここはちょっと入れくれへん。ここはちょっと入れくん、まだ今、ちょっと帰っと。もういいで。そうだけか。これだけです。わあ、めっちゃ強いやん。はい。じゃあお世話になりました。はい、ご苦労さんというかお互いに気付けて元気で、はいはい、また帰ってきます。今から大阪難波に泊まって、明日天王寺から
関空でジュネーブに帰ります。ジュネーブは何時間ぐらい？10時間ぐらい持ってた？乗り換えにもよるけど、まあ、15、6時間かな。かるかい、うん。まあ、実家も2日丸々いたんかな。1日ぐらいか。コメントでもしゃべったけど、やっぱここは自分の世界の中心やなと思った。あ、いろんなとこ行ったけど、そうなん、まあ、厳密に生まれた町じゃないけど、生まれた町。 あんた生まれた町は長いね。長いで生まれた長いか、出産したのは世界やけど。あ、そうか。じゃあ今回のブログはここで終わります。さよならして。さよならして。はいはい。誰やこれ。はい、というわけで、このままいいかな。あれから最後の方にね、ビデオでちょっと映ってたと思うんですけど、大阪で一泊してジュネーブに帰ってきました。まだまだジュネーブね、暑いんですけど、あと1週間したら花火大会があって、まあ、それを境に、まあ、秋になっていくっていう感じですね。なんか今回ね、おじいさんの件で日本に帰って、まあ、地元のね仲間に久しぶりに会ったりとか、うちの田舎の素晴らしさとかね、なんか自分の原点みたいなのをもう一回振り返るきっかけにもなったし、なんか一人の人間のことをこんなに考えるっていうことは今まで自分にはなかったですね。考えて考えて、なんか実際あんまり何も出てこなかったといえば何も出てこなかったんですけど、でもやっぱり心になんかちょっと穴が開いたような、そういうのが残る、なんかそういう寂しさが残るっていうのはやっぱりなんか自分の一部として彼がずっといたんだなっていうのは改めて思いました。日本でたった3日4日ぐらいしかいなかったんですけど、なんかスイスのことももうなんかそういえば生活してたなみたいな感じで、なんか昔のことのように感じられるというか、すごいなんか遠い国の話みたいな感じで、なんか自分でもちょっと、まあ、変な感じだったんですけど、でもこうやって帰ってきたらまた、ね、同じような日々が始まって、で今回でいうとちょうど、まあ、新しい店がね、あれから帰ってきてすぐ、立ち上げて、また新たな責任が、まあ、増えたっていうのもあるんですけど、まあ、彼が93歳で亡くなって、僕は今年42歳なんですけど、僕はそこまで生きれるとしたらまだまだ50年あるって考えたら、今まで自分にはできないって思ってたことを挑戦しようかなっていうふうに思えるようになったし、なんか自分にはできないって思うことがなんかすごくバカらしいというか、なんか最近そういうふうに思えるようになったんで、
これも、まあ、おじさんが背中を押してくれたのかなっていうふうに思います。なんかこれからはこういうことだけで日本に変えるわけじゃなくて、もっと日本のいいところを知るために日本に帰ったりとか、ね、家族に会うために日本に帰っていこうかなというふうに思ってます。それではすごい長いビデオだったと思うんですけど、最後まで見ていただいてありがとうございました。じゃあまた、次回の、ブログでお会いしましょう。